ますね。で、ここが天ぷらそばと天ぷらうどんがあるということですね。なかなかね、この横のあれは何だろう、長さをね、幅をね、見ることはなかなかないんですけどね。大体連なってね、横が見えないんですけど、こちらはね、横とか上が見えますね。しようかな、天ぷらうどんにしときましょうか。こんな感じです。よし。固めの天ぷらというか、まあ揚げですね、かき揚げですね。でも全然悪くはないですね。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。